はい、皆様明けましておめでとうございます。2023年キーカンオン T シャツ始めたいと思います。2022年のですね、年末に制作した T シャツ、こちらはですね、今僕が着用している T シャツなんですけれども、新宿3丁目ロックバーアップセットジアップルカートというお店あるんですけど、ここのですね、マスター西川弘樹さんと、コラボレーションして作ったものです。お店のを象徴するですね、イメージカラーという赤と、そのアップルカートというお店の名前、お店を象徴するワードになるアップルですね、リンゴをモチーフにしたデザインにしました。はい、この文字がね書かれているんですけど、この文字はですね、マスターの西川さんに、書いてもらった字になっています。もう人の書いた文字をですね、書いたものそのままをですね、こうプリントするっていうのはなかなかうまくいかないので、ちょっとですね、リンゴの中にどういう風に入れるかとかですね、ちょっと文字の太さであるとかレイアウトを変えたりとかっていうのはちょっとデザインしているんですけれども、そういった文字、人の書いた文字をデザイン化するっていうのはですね、まあ、結構昔からあるものなんですよね。例えば僕が昔ですね働いてたフランスのブランドのアニエスベーっていうブランドなんかも、あれアニエスベーっていうブランドの文字、あれアニエスさん本人が書いたものをデザインされたものだったりしますし、まあね、そういった人の書いた文字っていうのもなかなかこう味が出てくるいいものだなというふうに思ったりして、今回はそんな感じで作ってみたということもあります。ということで、まあ、3回連続実はこの赤い、ね、リコの T シャツ出てますけれども、3回も連続で、同じ T シャツ紹介したのは初めてかなというふうに思ったりしますが、まあ、そんな T シャツもありますというところですと。新しく作ったリンゴの T シャツだけでなくてですね、他にもリンゴアップルのですね T シャツということで、今回は話をしてみたいなというふうに思います。まあ、今アップルといえばこれじゃないでしょうかね。ね、マイクちょっとかけたリンゴに、まあ、後ろからやってます。apple.com とあるのでもう分かると思うんですけれども、アメリカのですね、アップル社、今ね、世界的にも、ガーファーなんて言ってですね、その、一つ、A が、アップル社の A ですね。まあ、そのアップル社、今何の会社って言ったらいいんでしょうかね。まあ、よくわかるんでしょうかね。我々の、僕なんかの世代ですと、アップルといえばですね、まあ、マッキントッシュという、ちょっと高額で、高性能な、コンピューターの会社というようなイメージがあったりするんですけれども、今の若い方はどうなんでしょうね。やっぱり、iPhone の会社だとか思ってるのかな。まあそんなイメージなんですかね。まあその iPhone という名前なんですけど、日本で、まあよく知られているエピソードなんでご存知の方も多いと思うんですが、日本でその iPhone というですね商標権を持っているのは iPhone 株式会社という会社があって、確かなんか インターホンの会社だったんじゃないかなと思うんで記憶してるんですけど、その iPhone 株式会社っていうところがその iPhone という名前の日本のですね、国内における商標権を持っているということで、その Apple 社はこの iPhone を出した時に毎年ですね、その iPhone 株式会社に何億億単位の金額を専用使用権というのを払って、この iPhone っていう名前をですね、iPhone 株式会社にすら使わせなくて、もう Apple 社がこの iPhone っていうのは日本でも使いますよというふうにしてるらしいです。まあ毎年毎年多分ね、何億というかね、それだけのために払ってるということらしいです。まあそんなですね、アメリカの大きい Apple っていう会社なんですけれども、まあ、そもそもなんですが、その Apple という名前の会社、アメリカのアップル社より先に有名な会社があったというのはご存知の方も多いと思います。まあね、僕のような趣味だったり趣味嗜好がある方、まあ、同じようなですね、ロックとか音楽が好きだなという人にとってはですね、アップルといえばイギリスのアップル社ですね。アップル、まあ、コーポレーションの略でアップルコーですかね。あと発音的にはアップルコアと
とかっていう風に言うらしいんですけれども、まあそのアップル社っていうのがやっぱりイメージあるんじゃないでしょうか。それがこちらですね。バックアップリットはないです。これアップルレコードとありますが、これはそのアップルコアの傘下にあるビートルズがね作ったレコードレーベルで有名なアップルレコード、まあこの T シャツもこのレーベルのマークですねをこうプリントしたものです。有名なですね、あのちょっと青いリンゴですね、この緑色の青リンゴ、ちょっと丸いリンゴのものも写実的なものもあったりするんですけど、ね、レコードの真ん中のちょうどねアップルレーベルのレコードの真ん中のところにプリントされているリンゴも有名なんですが、こちらもですね、アップルレコードのレーベルのマークになっています。なんとなくイメージいただけると思うんですけど、このアップルコーのアップルレコードのアップルも、このアメリカのアップル社のアップルも、アップルという名前にはですねそれなりの思い入れがあるというかですね、今その名前譲らないというような会社なんじゃないかなというイメージがあったりするので、当然のごとくですね、このまあ後にできたアップル社ができた後1978年ぐらいになるという話なんですけれど、商標権、このアップルという名前をめぐってやっぱり訴訟が起きていったというようなことらしいです。詳しくはですね、ウィキペディアなんか調べていただけても、すぐいろいろね、アップル対アップルの、訴訟問題というふうに出てきたりするので、詳しくはそっちに見ていただいた方がいいかと思うんですけれども、やっぱりね、先にこっちのね、アップルコー、イギリスのアップルの方が、アップルって名前つけたな、会社だったりするので、このアメリカ側のアップルから、まあ、イギリス側のアップルに、まあ、和解として、和解金みたいなのが支払われたというような、こともあったようです。で、その和解の時の条件に、このイギリスのアップル社も、レコードのレベルだけじゃなくて、まあ、映画だったりとか書籍関連だったりとか、そういったいろんな事業もやっている会社だったようなので、まあ、アメリカではそのコンピューター作ったりとかっていうことは、まあ、もちろんできないよと。逆にアメリカのアップル社っていうのはイギリスの中においてはその音楽に関する事業っていうのはできませんよということだったらしいです。まあ、なので、後にですね iTunes の時にもですねちょっと揉めたりとかっていうのがまたあったりとかということもあったようなんですよね。というような感じでリンゴの名前、アップルという名前の会社の T シャツなんかを今回紹介しましたということです。他にも、リングの T シャツっていうのは持っています。前回も紹介したナンバーナインっていうところがですね出してるリングの T シャツです。ずっとっ近く寄ると分かると思いますけど、バックはプリントがありません。茶色に、リンゴの形の中にですねいろんなこうちょっとフォークロア調のですねニットの編み柄のような柄が入ってリンゴの形に柄が入っているというようなデザインの T シャツです。これも、結構ですね気に入ってたものなんですけれども、これがですねジョージ・ハリスが亡くなった2001年ぐらいだったと思うんですけれども、そのジョージを偲んでコレクションも発表されたんですけど、その時のT シャツの一つのデザインされたものです。あとですね、まあ、ファッション関連でいくとこれもですね、はい、プリントないです、こちらもう日本がですね世界に誇るファッションブランドコムデギャルソンが作っているビートルズシリーズあるんですけど、この本当にごくごく最初期一番最初に出たやつだったと思う、の何枚かのパターンの1個だったと思うんですけど、リンゴの T シャツ、緑のリンゴと黒のリンゴの間にですね、ザ・ビートルズと入ったコムデギャルソンの T シャツです。はい、小野洋子さんなんですね、このコムデギャルソンのデザイナーのカーコーレさんと親しいお知り合いらしくて、ビートルズのデザインも
作ってくれないかということで始めたビートルズのシリーズのものです。今のでもこのシリーズは多分あると思います、はい、それの一番最初に出た何個かのパターンの1個ですね。ということで、今回ここに、紹介した、この、赤いアップルカードの T シャツもそうなんですけれども、やっぱり、このアップルレコードっていうのがあったからこう作られているという感じ、こっちのイギリスのアップルよりかなというふうに思ったりしますけれども、そうはいえどもですね、これもご存知の方多いと思うんですが、このアメリカのアップル社自体ですね、アップルという会社の創業者であるスティーブ・ジョブズ、亡くなってしまったんですね。あのスティーブ・ジョブズがですね、ビートルズが好きだったから、このアップルっていう名前つけたね、このアップルにちなんでつけたんだという説もあるくらいなんで、全部実はイギリスアップルよりビートルズよりなんじゃなかったかなというような結論ですということで、シーズン14はザ・ビートルズでやりたいと思います。次回からビートルズ登場、今日もちょっとね、ジョージの話とか出てますけど、次回からビートルズの話をしたいと思いますので、チャンネル登録、あとグッド評価なんかは、あとコメントなんかもですね、お寄せいただけると嬉しいです。どうぞお楽しみにしてください。それではまた。